もう一回ちょっとやりませんか。3枚何枚目指すっていう。じゃあ明日1000枚目指して頑張りましょう。乾杯。乾杯。リセットかどうかすらもなかなか気づけへん、非常に難易度の高いあの台となってます。基本的にですね、朝一から打ってはいけないです。終わりですね。あれ、おお、引き戻し、引き戻した、やった。伝説作ろう、サバ。よっしゃ、俺はこれはね、ボーナスはしずくちゃんやから。継続 OK。 いいぜ。全部果てな、天国には上がってないかもね。上がってないやろな。まあいいわ、行こう。だいぶ助かったわ。ナイス。はい、ラスト50ゲーム。あかん、ラスト。はい、386ゲームでした。弱者95。当たるんちゃう？当たりそう。弱チェで、ほら弱チェで刺さったね。刺さりましたね、弱チェで。高額中の弱チェか。そうですね、ね、いいよいいよ。今から子役で当たったから次期待ですよね、はい、絶対。うわお、チャンス目か、おすべるチャンス目で弱チェ。チャンス目2発目。うわ、いただき欲しいな。おい、あるやろ、こんなあるやろ。かたくなに赤にならへんぞ。ちょっと不安やで。待てな、待てな。カットインは出ず。よっしゃ、よっしゃ、そらさすがにね、さすがにいただきました。はい、465枚で再び、いただきラッシュいきたいと思います。うわ、天国にも上がっててほしいね。そうですね。おお、やった、いった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 。よっしゃ、やった、やった、来たぞ、やった、流れが来た。
よしよし。でこれで今俺の右手に伝わってきたブルーレジェンドいった悪いけどブルーレジェンドいった。あ、今行った来たよ、あのビビビって来たから右手にブルーレ入りますってブルーレ入りますフジタレイトの腕伸びするところですよ ね、 ね、これはスロットステージ土浦とリンクしてきたで完全にハマってますね。やばいやばい、よっしゃー、入ったそったれが10でもいいわ、ありがたい。よっしゃ、お弁当箱、あ、いた、キョーチェリア、でかいでかい、でかいよ、でかいよ、はぁ、あ、706万円でした。お、尿も回りましたね。クールに行きましょう。クールに。しゃあないな、250のゲーム、おそらく、おそらくというか、まあ、テーブルからでしょうね、持ち球でブルーレ入ります。おい、ブルーレジェンドちゃうやん、攻めて継続、うわ117枚、いやちょっと周り見に行きましょう、育ってんすよ。よし、これサイド、はい、それでは、再びリング戻ってきました。324でやめてあるんで、ゾーンだけ回したいと思います。あれ、前兆が来てる、はい、真相究明行ってくれました、当たってくれ、刺さってくれ、来ましたね、 OK、 うまいこといった、リングの天才って呼んでください、ね、天才、いただきます、いただきます、持ち玉で、さあでもこれ当てるだけじゃあかんですよね、千葉クラッシュ入れてこそのハイエナ、
はい、177枚で貞子がちょっと画面上に出てきちゃったんで、あの100まで回します。ここでいっか、真相究明67ゲーム。発展しろ、うん、発展せる、うん、よし、なんか勝って、もう、うん、これやと思うけど、なんか引いてたっけ、引いてないよな、だいぶ前やんな、チャンス目とか引いてた、ね、こんな引っ張らない思いだけどな、ボーコン。ですよね、はい、天国におりました。74ゲーム持ち球で、狙いすぎましたね、シングルス、さあ5ボーナス、さあ自爆ラッシュ行こう。ラスト、ああまだ貞子いるってことは、まだ天国にいる可能性結構高いです。ああやっぱ天国続いてましたね。98ゲームギリギリのところで、あこういう当たり方するんで絶対やめたらあかんんですよ、ギリギリまで引っ張られる。ああまだ貞子がいるんで、もうちょいまだ続けます。8割ですね。59ゲーム、まだなんとか下皿で持ちこたえました。無理やった。でしかも貞子おらんようになってる。最低、結局玉減らしただけや。うわー、やめましょう。はい、ちょっとですね、あのいろいろ見て回ったんですけど、ちょっと打てる台がないので、最後持ち玉だけ400枚ぐらいか凱旋打っていきたいと思います。でまあどの台行くかなんやけど、まあ、多分今日の俺と相性いいのはこいつなんやけど、4000回ぐらい回ってんの。そやな、累計ゴッド引いてないし、昨日もおとついも引いてないから、ゴッド高確率に入ってると思うのでこいつで最後400枚だけ打って、なんとか草場の夢を叶えたいと思います。行きたいな。いや、お願いしますよ。負けましたね。あの1000枚プラス1000枚を目指すっていう形だったんですけど、何があかんかったと思う、あなたから見て。何もできなかったですよ。なんかもう途中で、あもう今日無理かなって。今日あれやな、代行で全部使いましたね。いや、分かって、それ。いや、すごい嫌な予感をしました、あの SGG 終わった瞬間に。あのやっぱりね、あのこの仕事してたら分かるんですけども、あの皆さん多分そうやと思うんですけど、あの代行やれた日っていうのは多分自分ではやれないんですよ。あのやっぱり一日何回も驚異的な引きを見せることってないやんか。ないですね、うん、そのたまに来る驚異の引きが他人の台に行っちゃった時点で、もうその勝負の流れっていうのはもう俺の手元にはないのかなと。まあこればっかりはね、ちょっとね、
しようなかった。だからもう僕がもっとその黒バラの皆さんみたいにね、立ち回りがうんたらっていうことなんであればもうちょいマシやったんかもしれないですけども、あ結果はちょっとまあ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 諦めるには早いって言われたらもうそれでしまいなんですけども、まあちょっと現状なかなか、まくれないかなっていうところもあって、でやっぱりある程度自分の財布も守らんとあかんのでね、あのぶっ込むっていうことはせずここで、リタイアということにさせてもらいました。すいません、もうなんかもうせっかく第一線やったのにね、はい、Z になってZ っすね。いや Z ってついてるか分かんないですけど、 Z になって一発目やのに、はい、せっかくでしかもちょっと草場に勝利をプレゼントできず、はあ、ちょっと怖いけど、ちょいやでもね、あの草場との相性が悪いとは思いたくない。いやいや、もう払拭させましょう、それは、うん、今後、うん、続くんで、戦う、やることはやってたと思うんで、でもどう思う、正直すげえわけわからんことやってたわけではなくない、サラバンにしても一応履歴ちゃんと見て、あの時点ではまあ謎やったん、まあ、だからか で、ね、であの時点で他にそういけるそういけそうな台もなかったし、なかったです。なんかあれですよ、やることはやったって、やることはやったよ。あの文句言われても仕方ない。じゃ文句言われてもしゃあない。ほな来いって。そうですね、ほな来て立ち回ってくれって、見してくれっていう、もうそれしかないんで。教えていただきたい。教えてくれって逆に。どうやったら勝てたんか。結果がマイナスのだから32本やね。1600枚弱になるのかな、47枚貸しだし。はい。いや申し訳なかったです。はい。まあ。約束だったじゃないですか、はい、まあ、視聴者の方納得してもらうために1000枚目指そうって、まあ、できなかったんで、ただその納得してもらえてない云々っていうのはあなたが口にしたせいでほんまやってならはる人が少なからずいらっしゃると思うんですよ。あのそんな思ってもいい品かった人らが、そう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 、まあ、で何や言うたら全員が前回見てるわけじゃないじゃないですか。まあ確かにそうです、うん、で何や言ったら1ヶ月空いてるしひっそりまた再開できるわけでしょ。いやあのごたごたにね紛れ込むっていうのは、はい、いいと思うんですよ。あの、なし崩してきて、そう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 、ダラダラとやったらええんちゃうかなと思うんですけど、あなたそれ口にしたおかげでね、はい、いやまあ、でも文句言わはる人は絶対に言わはりますよ。ストレートな男なんで、はい、そういうごまかしとかやめましょう。なるほどね、はい、そこにつなげてくるわけですね。ま、はい、っすぐ行きましょう。はい、なんでちょ次回、はい、まあ、企画、まあ、それは前日次回の時にまた報告するんで。あ、今は言ってもらえないですか。教えないんです。あの言葉って呪いなん知ってますか。はい、僕の大好きな小説家の方が、はい、あの書いてはったんですけど、はい、一番の呪いは言葉、はい、今それはあなた使いましたね。使いました。1ヶ月間僕はこれが気になるわけですよ。わかります、はい、ね、言ってくれてもいいんちゃうかなとは思うんですけども、まあ確かにね、今言ってしまうとほんまに無理やってなった時とかに変えることすらできんようになるから、ね、そうっすね。そうね、うん、あなたそれは英断やと思う、はい、うん、俺が苦しめばいいだけやから1ヶ月間。それなんか裏事情みたいな感じで言わないでくださいよ。別に本当に教えないですから。いやもうね、ストレートな男たち一旦終了を迎えましたけども、まあね、なんや続いてるやないかとおっしゃる方いらっしゃると思いますけども、タイトルにはねおそらく諸事情で大人の事情でついてないですけども、まあ、これはあくまで今日も実践中多分言ってたんですけど、使われてるかどうか知らないですけど、まあ、ドラゴンボールからドラゴンボール Z になったみたいな感じで、皆さんドラゴンボールがドラゴンボール Z になった時文句なんて言わへんかったでしょ。ねえ、お前終わったやないかなんてそんな文句言ってなかったでしょ。言ってないと思います。ねえ、でしょ、はい、そういうことです。ストレートな男たちもちゃんと終わりました、はい、あれこの間、はい、ね、だから1ヶ月休みましたよ。だから今回でももうちょい続くぞよ言うて、そうですね、ね、Z、はい、タイトルにはついてないと思います。あの大人の事情が複雑に絡み合って、そうですね、はい、Z ついてないですけども、我々の心の中でということで、今後ともストレートのことがちぜひよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。チャンネル登録はこちら。